糸の塊。うわあ、待てって、私のグーグードールズをそんなに締め付けないでくれ。よし、次はペンダントだ。中に入ってた石も、あと誰から買ったかも言え。てか、救急救発生。あんた何にでも名前はあるって言ったわよね。私も名前をつけるわ。それが後ろ姿だけで、あれ？固まれば強くなる。しかし逆に届くのは2メートル程度。まず把握しないと。刑務所全体を。ねえ、ちょっとあんた。おい、どけ！てめえ何やってんだ、割り込むな。これちょっと待ってよ。そこが刑務所の七不思議。ねえあんた、その順番売ってくんない？そういう風に私を嫌いにならないで。忠告しに来たのよ。それだよ、それ。そのたかが1ドルって気持ち。いい？よく聞いて、ジョリーンって新入りは貸したたったの1ドルも取り立てることができなかった。ほら見てよ、あの金髪。部屋に戻ったのに、あんたのところに戻ってくるつもりはないみたいだ。それより電話代なんだけど、そのあれどうなったのかなと思って。それよりあんた、もう10ドル貸してくんないかな。たかられてた金を取り戻せるかどうかはあんた次第だけどね。自分の房へ帰るので会場お願いします。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。もし行けば。離れて待てと言ったのが聞こえなかったか。鉄格子をつかむんじゃない。離れろ。明日の昼面会人が来るらしい。大げさだな。起立しろ、手錠をかける。面会に誰？私のママ。差し入れ品は検査の後渡される。外国語も禁止。面会をやめて部屋に帰って、まだ間に合うよ。ダメよ、面会はきっとママだわ。私はママに会いたい。何をしている、早く帰れ。ジョリーン、母さんに預けておいたペンダントは受け取ったか？これから東京？あなた、自分の娘がこんなことになってるのに。ジョリーン、聞いているのか？ペンダントは、ジョン・ガリエ、現在ここの男子館に収監されている。金に汚い弁護士を雇ったのも、金持ちのボンボンをはめたのも、こいつは何のために私を刑務所に入れたと聞いているんだ。ジョースターの血が。ジョースター？このジョン・ガリエーはその男の部下だ。面識はなかったが間違いない。スタンド？娘であるお前には遺伝しなかったが素質はあったはずだ。やっと助けに来たってわけか。愛情ってわけか。ジョリーン、そのドアから離れ。ジョン・ガリエの狙撃と見て間違いない。ちょっと待ってよ、そいつ囚人って言ったわよね。こんな建物の中で障害物だってあるのに。ライフルと何らかの能力、あれがゴミでないことは確かなようだ。でも遠ざかっていく。すごく軽いみたい。糸とは無関係の方向に動いている。ひょっとしてあれに反応してんじゃないの？狙撃の仕組みが分かるまで動くな。いいな。偉そうに私に命令するな、この野郎。ジョリー、大きな声を出すんじゃない。分かってる。だが問題は攻撃するために動けば。壁から離れるな、ジョリー。それは肉体ではコントロールできない動きだ。このハエは気まぐれな動きで飛行しているのか？違う。娘空城ジョリーンに会うために我が心の支えを奪った復讐には
決着をつけなくてはならない。見て、奴の動き、水滴で気流が読めなくなっているわ。